鉄道模型を始めます。すごくないですかこの汚れ。これね、開発した人本当に天才ですよね。うん、特に動きは問題ないみたいですね。あの自信満々に語ってますけども、あのこれやるのねマジで初めてです。まあある程度ね平らに削った後に、まあ汚し塗装するんであんまり気にならないかなと思います。このまま進めます。はい、というわけでちょっとね前回ね地べたに座りながら作業したんですけど、さすがにきつすぎたんでちょっとちゃんとね机を用意しまして、工作の場所を作りました。あとねこのマットも変えました、ちゃんとね。で前回ね何やったかっていうと、まあ、昨日の話なんですけども、この駅 F2 っていう、まあ、無人駅ですね、はい、こちらを組み立てました。ただまあやっぱり無人駅で、まあ、なかなかね古めかしい駅なんで、墨入れの塗装とあとウェザリングの汚し塗装をねしようと思っております。まあ、汚し塗装するときにちょっとね不便かなと思ったんで、全部は組み立てずに、まあ、足とねあと床面と、まあ、いろいろ小物類をですねまだ完全に接着せずに置いてあります。これはね後で他の、あのパーツと一緒にこう墨入れするとき、ウェザリングの塗装するときに一緒にやりたいと思います。で今回はですね、これとはまた別にですね、まだまだトミーテックさんの建物をいくつか買ってまして、まず空き物件 C っていうね建物、まあ、こちらはそのままね作った後ウェザリング塗装とあとは墨入れをねやろうと思っておりますが、今後ねもしかしたら電飾を入れるかもしれないんで、この床のプレートと建物部分はちゃんと切り離せるように接着剤で止めないようにしておきたいと思います。これねどっちもこれもうどこで買ったかもろ見えなんですけどね、まあ、それを置いときまして、で続いてこちらの建築中の建物 A3 っていう商品なんですけども、まあ、これはね建築中なんで別に汚し塗装する必要は特にないかなと思いますんで、まあ、組んでそのまま完成状態で終わりにしたいと思います。まずはねこっちの方を組み立てていこうかなと思います。頑張ります。明らかにね座ってやった方がきっとは組みやすいんで、絶対にね座った方がいいです。あとね忘れてた、デザインナイフを一緒に買いました。ね、正直で僕ねプラモデルとか全然作ったことがなかったんで、こういうの買ったことなかったんで何がいいのか全然分かんなかったんですけども、とりあえずタミヤのやつを買いました。なんかねとりあえずタミヤのやつ買っとけば間違いないなと、思っております。はい、適当です。お、中身はこんな感じ。なんかあれですかね、ジオコレというかトミーテックさんの建物はずっとこういう風なつながった袋で入ってるんですね、はい、これは駅とは違ってなんかこうランナーから外す部品っていうのは比較的少なめですかね。こんな感じでこれもう木の枠みたいなのがもう丸々1個ボンと入ってますね。最近ね日中仕事しててもね鉄道模型が楽しすぎて鉄道模型のことしかマジで考えられなくなってきましたね。ちょっと帰ったらどういう風に撮影しようかなみたいなね、もうそればっかり考えてます。さあ、お、こんな、なんか、すごい、なんか、ウェハースみたいな色のね、パーツが出てきました。はい、こんな感じのシールが入ってました。見えますかね？工務店、入居者募集中。あ、まだ決まってないんだね。決まってない想定のステッカーがある。あ、いいですね。この関係者以外立ち入り禁止とか、なんか、他にも使い勝手が良さそうな。あとありますね。これ。この工事計画表みたいなね、こういう建物を建てますよみたいな、大きさこのぐらいですよみたいなね、この書いてますね。あと日程、工事の日程表みたいなのもありますね。工事現場で働いてる方は結構こうあるある分かるやつなんじゃないでしょうかね。僕別に工事現場で働いてないですけどね。で、説明書ですけど相変わらずシンプルですね。やっぱねジオコレさんのねキットはね非常に分かりやすいんで組み立てやすいですし、別にそこまで高くないんでね、まあ、キットに慣れてない人は結構、まあ、最初の、ね、入り口としては最適なんじゃないかなと思います。床面がちょっとここに置いておこうか。床面があって、床面がまずこれです。
にくっつきましたね。いや、よかったよかった。マジね、この板をねつけるのが、まあ、加工も含めてねちょっとめんどくさかったですけど、これが終わったらできました。結局ね、もう一方の床はねこっち側につけました。ちょっとなんか工事の順番がよくわからなくなってますが、まあ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 こんな感じでいいと思います。はい、続いては空き物件 C、 こちら組んでいきます。まだまだねレイアウトはまあその姿としてね全然見えてはないですけども、ただねこの地味な作業の繰り返しでね出来上がっていくっていう、まあしっかりそういう風な考えを持ってねやっていきたいと思います。パーツなんか多いですね、やっぱり2棟建てるんで。毎度おなじみのシールがついています。空き物件と言いつつ空き物件じゃないようにするための、まあ、シールもねちゃんとついているのがいいところです。一応こういうね外装なんで、まあ、こっちはカフェで、まあ、こっちはどうしようかな、まあ、実際にね、レイアウトに置くときは、まあ、このシール貼ってねちゃんとは営業中の建物としてね建てたいと思います。でも言うてもこんな感じでこう壁を組んでいくっていう風な単純な構造ですね。これだけランナーに入ってますね。これはちょっと切っておきましょう。自転車とあとは看板ですね。ものすごくちっちゃいです。これはねちょっとデザインカッターの出番かもしれませんね。マジでカメラ越しで見たら虫にしか見えない。これカメラに収められないですね。これ絶対に無理だ。よし、ちょっと見えるかな。よいしょ。若干浮くんですよね。間あるの分かります？ここの下に。これこそまたデザインカッターの出番かもしれない。足削ります。よし、これでどうだ。うん、まだマシになった気はしますね。これはがっちりとここを止めてやる必要があるかもしれません。よし、いい感じ。結局ね、あの先頭部分はもう接着剤で止めちゃいました。間がねちょっと気になっちゃってね。電飾はねもう後からここにもう穴開けるしかないですよね。ちょっとこういうねなんかあのなんていうんですか、噛み合わせがあって壁をまた一個だけこう外すみたいなのもちょっとなかなか難しそうなんで、もうとりあえず一旦これはもう組んじゃいます。屋根の取り外しは楽なんで、屋根こそ接着剤でつけずに置くのがいいかもしれないですね。できました。ちょっとね納得いってないところがあって、このね下のこことかねちょっとだけ隙間が空いてて、まあプラスチックのね多分成形の問題だと思うんですけど、まあ仕方ないんで、まあ、これはこの辺にしてもう一方の方ね組み立てちゃいたいと思います。あ、すごいですね。これ中のカウンターとか植え込みとか椅子とか、これもパーツ化されてますね。ランナーに入ってますね。で、あとこのこれね、マジで何かと思ったらこれ流しがついてんだよね。わかるかな、こんな感じ。カウンターですね。外側がこんな感じで、こうなんかね、コップみたいなのが乗ってますね。すごいね、こんな内装までこだわってるとは俺は知らなかったな。飛んでった。ちょっと待って、飛んでっちゃった。マジでさ、こんなさちっちゃい部品なんですよね。多分椅子だと思うんだけど、カウンターの一個どっか行っちゃったやん。もう多分だけどここにこうつくんじゃないかな。
ぐらいなしで全然いけるよな。これだと、ああ先に椅子設置した方が絶対よかったな。ちっちゃい椅子のパーツをカウンターの前に、ああカウンターの前に置きます。入った、入りました。全然見えてなかったけど、そして全然ピントが合わないけど、ちょっと待ってくれよ。はいはい、これです、これです。いやこれはさすがにちょっと4つ穴開いてるから4つないとダメだよ。マジでどこ行ったんだ本当に。立ってる方向が合ってるかどうかっていう。あでも大丈夫そうですね、大丈夫そうです。いやマジであと1個探さないとなちょっとさすがに穴開いてるからさ、さすがにここに4つ置きたいよね。皆さんやらかしました。あのこのテーブルのねパーツがあるんですけど、マジで見誤って、テーブルの足とテーブルの天板切り離しちゃいました。直します。とりあえずね足はつけました。でここに接着剤をちょっと塗って、でテーブルの方にも塗って、でちょっと保持し続けて接着できないか試してみます。むずすぎるて、いったんじゃないか。あ若干若干若干ずれてるかもしんない、若干足ねずれちゃってるかもしんないんだけど上から見てと、上から見るとねちょっとねずれちゃってるんですよね。ちょっと向きを直しました。どうでしょうかね。これでちょっとねこのくっついてる部分にもうちょっと接着剤塗れば補強されるかなと思います。よし OK、 これでバレないでしょう。よしうまく修正完了。いいんじゃないの？これ治ったっしょ。これはでこっち側も補強しておきます。ワンミスでねこんな長丁場になると思いませんでしたが、いい感じです。休憩がてらこの椅子の部品探します。よし、あとは外装ですね。こうしてみるとなんかこうご中佐のラビットハウスみたいなこういう構造のカフェを見るといつも思っちゃいますね。よし、とりあえず外観できました。いいね。ここにね看板があるんですけども、まあこれはスミレとウェザリングやった後に、まあ、シール貼ってねつけたいと思います。ということでこの2棟とりあえず外装は完成しましたんで、スミレとウェザリング行きたいと思います。早速ウェザリング塗装ですね。最初にやっていくのがスミレになります。まあ、使うのはタミヤのスミレ塗料のブラックです。これね結構いろんな人使ってるんですよね。もうおなじみの商品と言ってもいいかもしれないです。で、墨入れをやるものとしては、まずは、まあ、前回作ったこの2つの建物の、まあ、この屋根部分ですね、まあ、これデコボコがついてますんで、これを墨入れしてデコボコを目立たせたいと思います。であとは、ガーター橋ですね。トミックス製になります。これもね横側にこうモールドがついてますんで、これをちょっと目立たせるのと、まあ、汚しという形にしたいと思います。
で、あとはまあホームの板ですね。で、あとは柵だったりとか、あと待合室にも結構こうデコボコがついてますんで、まあ、ちょうどこう墨入れをしてね、目立ちたいなと思います。まあ、あと汚しの意味もあります、もちろんね。まずはちょっと大きいんで、この屋根からやっていきましょうかね。まずはもうここに直接塗っちゃっていいんですかね。で、ここにくしゃくしゃにしたね、キムワイプがあるんで、ちょっと乾いてからこう拭いてあげると。おー、でもね、ちょっとちょんちょんちょんってやっただけでもだいぶ汚れつきますね。こんな感じで汚れを拭き取ると、おー、いいですね、いい汚れ表現。ちょっとこの端のところ、僕持ってたせいでちょっとやれてないんで、もうちょっとやりましょうか。おお、いいんじゃないでしょうかね。逆にこういうね、手作業でやってムラができることでね、よりそれが自然に見えますよね。でこっちが、右側が何もやってないやつ、ちょっと飛び出ちゃってますけど、そして左側が墨入れ後です。結構いいんじゃないでしょうかね。どんどんやっていきます。うわ、これだけでも相当イメージ変わりますね。見てください、ちょっと屋根に汚れがついたことによってプラスチック感がちょっと減りましたよね。 いいな、ちょっとハマりますね。これちょっと色が濃いんであんまり目立たないかもしれませんが、それでも結構いい感じになったと思います。ちょっとカメラで伝わりづらいかもしれませんが、だいぶこう経年劣化をね、表現できましたね。続いてね、ちょっと建物ではなくガーター橋の方をやっていきたいと思います。なんだったらね、枕木にもちょっとぐらいついてもいいぐらいなんですよね。これね、この差がすごいですよね。こっちまだ何もやってないところですね。これがこうですからね。いや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 、ちょっとね、やりすぎなぐらいでも目立っていいかなと僕は思います。うん、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいです。さて、続いてタミヤのウェザリングマスターを使ってね、建物とか部品を化粧していきます。おー、なるほどね、こういう感じになってます。3色あって、で片方がスポンジみたいなね、材質のこのね、先っぽがあって、後ろ側が筆になってますね。種類的には赤サビ、ガンメタル、シルバーなんですけど、まあ、この赤サビっていうのをね、主に使っていこうかなと思います。でまず最初にやるのはガーター鏡ですね。これ赤なんでね、ちょっと目立たないかもしれませんが、ちょっと試しにやってみます。つけて、お、結構つきました。でここに塗っていくと、あんまり目立たないかもしれませんね。あ、この上の方がなんかいい感じに色がのりそうですね。うん、これが比較ですね。左がウェザリング前、右がウェザリングアウトです。分かりづれえなでも若干、あ、ここで見るとちょっと分かりやすいですね。この枕木のところにちょっとだけ色が乗ってたりとか、レールとレールの間のね、この板、これに色が乗っているのが分かると思います。正直正解がね、あんまり分からないんですけども、もうちょっと乗せておきます。ちょっとカメラで分かりづらいかもしれませんが、だいぶ
色が乗っかりましたね。こっちもね、ちょっと開けようかな。こっちはベージュ系と言いますかね。だいぶ汚れをつけることができそう。いいんじゃないでしょうかね。よし、いいですね。この下のレンガの部分もね、ちょっと重点的に汚しを入れました。いいんじゃないでしょうか。よいしょ。鬼門がありまして、このミラーの部品とこいつをね、くっつけるっていうのがあるんですよ。これ裏側にね、ちっちゃい穴開いてて、ここにこれと、この見えます、この先っぽのさ、下側に伸びているこいつがくっつくんですよ。考えられない絶対に動画に映せない形になっちゃいそうですけど、これはうまくいったでしょう。よし、 OK、 ついた。で、もう一個ね、もう一個この街灯というかね、ホームの照明がありますね。これもつけちゃいます。ちょっとこれでしばらく乾燥します。最後にこの空き物件の方はシールを貼っちゃいたいと思います。で、カフェの方はこの色褪せてる看板を、で、寿司屋の方はこの左下の青いやつを使いたいと思います。
やばい、集中しすぎてマジで何も喋ってなかった。いやだってさ、この小ささよ、これすごいでしょ。あ、もうぼやけて見えねえわ。この勝手口の屋根のパーツをすっかり忘れていましたんで、今この段階でつけちゃいます。こちらが今回作った建物になります。まず一番手前がこの駅 F2 というやつですね。ウェザリング塗装と、あとは墨入れも行った跡になります。またね、こういう風に駅舎とスロープ部分は切り離せるようにしています。で、この駅舎に関しては結構ね、強めにウェザリング塗装、墨入れ行いました。で、将来的にちょっとライトを入れるかもしれないということで外せるようにしてあります。そして、まあ、スロープ部分は、まあ、墨入れと汚しというかね、フェザリングをやった後になります。まあ、やっぱね、階段の部分というか、こういうスロープの部分、やっぱりこういう風にモールドがしっかりと入っているものに関してはやっぱり墨入れをすることでね、よりそのデコボコを強調できて、まあ、あのこのおもちゃ感というかね、プラスチック感を減らせるんじゃないかなと思います。そしてこの真ん中のホーム部分ですね、こちらもウェザリング塗装と墨入れ塗装を行っています。まだね、あの駅名表のあのシールはあるんですけども、ちょっと今後ね、自作しようかなと思っているのでまだつけていません。で、このミラーがね、もうつけるの結構大変でね、もうめちゃくちゃちっちゃかったんですよね、この部分ね、はい、というような感じでございます。これはレイアウトのね、左奥あたりに設置しようかなと思っております。続いてが建設中の建物ですね。これね、あの将来的にちょっと中に人をね、設置したいんで、屋根を今接着していない状態になります。こんな感じです。これはもうウェザリング塗装とか墨入れとかはしない、もうそのまんまの状態になってます。このね、板をね、ここにつけるのがだいぶ難しかったです。下にこれ、ね、入れる部分には別に難しくなかったんですけど、そこがね、かなり苦戦しましたね。そして続いてが空き物件 C っていう商品になります。こちらがですね、寿司屋として、使う予定の建物になります。あの空き物件とは言いつつもシールがついていたんで、まあ、せっかくだったらね、シール使って普通の店舗にしようということでね、シールを貼らせていただきました。あとは墨入れとウェザリング塗装を行っております。墨入れはね、この屋根の部分しかしていないんですけども、まあ、ウェザリング塗装のおかげでかなり古めかしく見えるんじゃないかな。ちょっとカメラだとなかなか伝わりづらいところもあるかもしれないんですけど、だいぶ汚しは入っている方だと思います。特にやっぱり屋根はね、汚し塗装のね、まあ、良さがさらに強調されるところかなと思います。続いてが、喫茶店ですね、カフェ。こちらについても、まあ、やっぱりこの外観がね、かなり、古めかしいというか、ちょっと外国チックな感じだったので、汚しをかなり強めにね、入れておきました。あと、このね、勝手口のね、屋根のパーツをつけておきました。はい。で、シールも何箇所か貼っていますけど、一応、もうちょっとね、あの、付属していたシールあったんですけども、あまり貼りすぎてもちょっとチープになっちゃうんで、このあたりはシールを貼っておりません。はい。こんな感じになります。で、屋根はこんな感じ。初めてやった汚し塗装にしては、だいぶうまい具合にいったんじゃないかなっていうふうに僕は思っておりますが、どうでしょうかね。ちょっと光の当たり具合でなかなか見づらいかなと。あ、この角度が一番見やすいですかね。だいぶ汚しております。で、いずれの部分も将来的に室内灯というかね、照明を入れる、かもしれないので、こんな感じで、天井がね、開けられるような、感じになっております。こっちについても開けられます。で、カフェの部分についてはね、中身も部品があって、だいぶね、このテーブルをつけたりとか、他のちっちゃいパーツを接着するのが難しかったんですが、うまい具合にできています。
いや、よかったよかった。まあ、実はね、もう建物はまだまだいっぱい、もう買ってありましてですね、これからも多分しばらくは建物を組み続けるというね、生活になると思いますが、今後もぜひお付き合いいただけたらなと思います。それでは今回はこの辺りにしたいと思います。ずっとね、建物を組んでいても、まあ面白いんですけども、ちょっと息抜きにこちらの商品を紹介したいと思います。本体ですね。いやいやいや、かっこいいですね。キハ54型ですね。次回は少し息抜きをした後に、建物の大まかな配置決め、そして残りの建物の組み立てをどんどんやっていきたいと思います。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。